やばいね。島根に向かってまーす。行ってくやがってくれない。運転中運転中運転中だって言わないんかい。松江補助陸上競技場に行ってくやってきました。神道湖です。なんか僕の思ったような感じではなかったですけど何でしょうすごい今日差しがちょっと差してていい感じです。なんかあっちの奥の方にもあるのかな、スポットみたいなのが。やばいっすね。どうですか。でっかいでっかい。でっかい。でっかいよ。同じことばっかり。でかいだけしか言わん。でかいでかい。いえいえ。家なの。おい。マイハウス。なわけあるか。ほんまに。色がさ、うん、すごいね。黒やん。色は黒だね。すごいな。なんかかっこいい。あっちやね、多分。掘りがある、掘りがある。いいよ。すごいね。いいね、これ。こういう使い方ができる。でかい。やめるの。今日どうすか。今日の試合。今日は今日最終戦。今日予想スコアですか。うんうん、まあ予想スコアはまあ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 、まあ、今日はまあ今回はアウェーということで3対0で勝利ということで。めっちゃひび入っとる。おいおいおい。3対0。おお。なるほど。はい。3対0って予想してます。うんうん、アウェーだろうが勝つのは俺たちだ。行ってく。なんでそこで行ってくはいらんと思うけどな。い見て見て、今からちょっと落とすわ。ダメだ。ダメだ。何でもなれ、どうにでもなれ。ダメ、落としたらダメでしょ。ほんまやったら鬼やな。うん、あとりあえず勝ちます、はい、最終戦もバシッと決めて全社チケツに向けて行ってく。伊豆のおそばを食べにお邪魔させていただきました。すごい出汁が効いてて美味しかったです。初めての伊豆のおそばはすっごい美味しかったです。はい、それとマイフレンドですね、美味しそうに食べてる姿を見て僕まで嬉しかったです。はい、ということで松江補助陸上競技場に到着しました。今日はちょっと、助手席だったんですけど運転してもらいました。マイフレンドに、マイフレンドにね。おお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 おったん。いや、おお急がん急がん、このチャンスだけは。
かいや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 びっくりしたいや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 今撮ってる今撮ってるえ今撮ってるからあ、撮ってるよおー、そうそうかまあ、頑張ってもうワンテイク撮ろっかはい、ということで、松江補助陸上競技場に到着しました。今日は SC 松江さんとの、最終戦です。非常に楽しみな試合になってます。そして今日は、助手席で、マイフレンドに、運転してもらいました。松江補助陸上競技場に着いたんで、それでは中に入っていきたいと思います。それでは、松江補助陸上競技場にせーの行ってくる。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。それでは松江補助陸上競技場の中に3、2、1行ってくる。いや、あんたバカ、あんたバカ、あんたバカなの大丈夫。違うやんそれ。え、これこれこれ行くで、せーの行ってく、行ってく。これ今マジ間違った。して目の前には今日大旗デビューのマイフレンドです。勝つぞ。おプライドオブフクラマイエイ。あ、行くぞ。あ、で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 、全然ダメじゃん。 YouTube です。おい、また勝手に撮ってんのか。え、逆じゃねえか。あー、お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 ー、なんて。皆さん、今日の試合の感想を教えてください。今日なんか、なんかさ、開幕してから今日で終わったと思っただけで、終わったと思ったから、まあ良かった。おい